トノーとは初期の乗用車で後部座席コンポーネントを指す用語であり、これを装備した乗用車のボディスタイルを表した。フランス語で種類を入れるオーダル、容器、カバーの意味で初期のトノーの座席が半円形の損状であったところに由来する。現代ではオープンカーのフロントシート後部エリアやピックアップトラックの荷台部分を指すのにも用いられている。 当初のトノーは2座席のベーシックモデルであった、ラナバウトや初期の2座席型ツーリングカーのオプションとして販売され、固定されて使用された。このトノーを付けた車自体も元来のラナバウトやツーリングカーではなく、トノーと呼ばれた。クレストモビルなどのように中には取り外し可能なものもあった。2座席車はホイールベースが短く、トノーを付けると鉱石量脇に 大抵の後輪が来るため、乗り降り口を横には作れなかった。そのため、初期のトノ能は、背もたれ中央部が鉱石ドアを兼ねる構造となっており、乗り降りも車両の後部からステップを使い行っていた。初期のトノ能は、リアエンジンの上部に馬車のように高く設けられていたが、当時は車のスピードもそれほど高くはなかったため、運転席もトノ能も馬車のようなシートのままであり、 その周囲を囲って人が落ちないようにする必要もなかった。ホイールベースが伸び、フロントエンジンとなるに従いトノーは低くなり、トノー脇から乗り降りするようになった。これをサイドエントランストノーと呼び、この時点でそれまでのものをリアエントランストノーと呼んで区別するようになった。最初のサイドエントランストノーはピアレスだったが、すぐに他社も追従した。当初リアドアは、 まだなかったが、しばらくしてドアが付けられるようになる。このドアには片側のみのものと両側のものがある。さらにリアドアはフロントドアと同じようになってボディと一体化し、進化したツーリングカーとなった。その後居住空間は覆われ、セダンとなる。米国発のクローズドボディの量産4度オアセダンとなったのは、キャディラックの1910年モデルである。 オープンモデルはセダンやクーペのクローズ状態とオープン状態を変換可能としたコンバーチブルとなる。第二次世界大戦後の時代になると、トノーはオープンカーのフロントシートコ部ブエリアを指すようになった。フロントシート工法は2座ではコンバーチブルトップの収納に使われたり、4座ではリアシート部や荷物室となっている。この部分を覆うためのハードカバーやソフトカバーを トノカバーという。トノは米国では現在ピックアップトラックの荷台部分を指しても用いられる。日本でのトノカバーとは一般的にはステーションワゴンやハッチバックなどの過失の目隠しカバーの意味で用いられる。ビニール製で巻き取り式のもののほか樹脂製のハードカバーのものもある。本来のオープンカーのキャビニオカバーにももちろん用いられている。 ピックアップの荷台の大芋とのカバーと言われ、防犯上の理由と、対抗性の向上、空力抵抗の低減を目的として用いられる。現代フランスの自動車用語で、ボアトゥールトンネアウというと、レスト味などに使用するための、車両の前後を固定し360度回転できる装置を言う。日本では、バーベキューになぞらえて、カーバーベキューと言われることもある装置である。ありがとうございます。